あー、ですです。配信テストでございます。はい、こんばんは。ツイッチの方にコメント一人いらっしゃいましたね。ちょっとテストというところで早めの配信を始めてますが、ゲーム音、マイク音、映像など等々いかがでしょうか。どうですかね、コメントいただけると嬉しいですが、まあ本来9時半って告知してるから、このタイミングから見てくれてる人は嬉しいけど、まだそんなにいないだろうし。YouTube の方でもコメント来ましたね。ハルチョソさん、どうもです。コメントどうですかね。ちょっとね、映像、あと音声周り、ゲーム、マイク音を含めてどうでしょう。さあ、本日より、男さん主催で始まるゲームニート大山店木曜東西戦ということで、どっかで聞いたことあるような感じですが、その辺はご容赦いただきたいけどご容赦いただければと思います。あれ、大平さん X も喋れるんですね。すごい私触りないかとこだけど、ね、ペラペラなとこだけど、ね、薄っぺらーいね、開票2ミリぐらいのところで喋る。わかる。なんかすげえニヤニヤしながら喋ってたもんね。あくまで最初のこう仕切りだけだから、ね、ああちょうどいいと思います。ありがとうございます。よかったです。ああ減る減る。ゲーム音の左側がかなりか左右がかなり欠けてませんか。ああごめんなさい、ちょっと欠けてるね。確かに。ごめんなさい、別のとこやってました。ちょっと設定戻しました。これでどうでしょう。多分両方切れてないはず。ああ昇竜勝つ。今の仕込み仕込みじゃねえかな。
この時代からめくり立つ巻きあるんですよ。あ、やばい。で、ゴイさん。じゃあ、すいません、シークロットで。ちょっとですね、あの、配信テストの相方に、あの、フラット来た、はい、テストでね、あの、サードのデコイさんを呼んでます。はい。普段マイク握ってるのに、もちろん握るやつ。はい。これ、マイク3回目です。はい。まあ、テストゆえ、ちょっとご容赦ください。うん、そう。やっぱね、このゲーム、ゲームスピード早すぎる。なんだこれ、中足これ若松さんだこれ。あ、若松さん。あ、どうも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 。これ若松さんだ。あ、どうもどうも。はい、最強バイ、体操、最強バイソン。でも、若松さんあれですからね、メインザンギだからね。あ、メインザンギ。名前は煽りなんですから。いや。あの、あれだわ、メインモニターの側の、あっちに移しちゃったから。これで大丈夫かな。でもこれ、バイソン、バイソンってすごいよね。なんかこう、なんだろう、竜の波動を見てからもうヘッド出すし、じゃあなんかピクって動いたらヘッド出すような、なんかそういうムーブがよく見られる。で、で、あのダッシュアッパーのこうガードさせても当たってもすかしてもいいよみたいな、その行動が強すぎて、こう竜がちょっときつそうに見えるけど、プラス置き攻めのその詐欺飛びプラス、うん、もうなんかこう、どうなのこのダイヤ的には、リューバイソンってダイヤ語れる側じゃないよ俺。あ、そうそうそう。だから聞いてみた。うん、まあでもテストは大丈夫そうっすね。オッケーオッケー。はい、リューは、はい、デレおじさんでした。はい。さあ、テスト的には問題なさそうですね。大丈夫そうですね。映像音声ともに問題なしということで、ちょこちょこコメントもいただいてます。まあとりあえず初めての試みということで、いろいろとなんか不具合ご都合、とか変なとこあればコメントいただければちょこちょこ直していきますので。というわけで、はい、主催の男さんです。ご挨拶を。こんばんは。男です。今日開催できることを本当に嬉しく思っています。もともとね、木曜の対戦会っていう風に歌い始めたのが半年前ぐらいでしたっけね。はい、はい、あ、そうです。ウネです。そうです。元ウネです。元ウネです。はい、元、そうですね。最初は普通にまあ木曜でダラダラの試合やるだけみたいな。まあまあみんな集まってゲームやろうよぐらいなとこから始まって、うん、まあ最近は、結構しっかりした人数が毎週集まっていただけて。そうなんですよね。人数が増えてきて、試しに大会やったら結構面白かったんで、はいはいはい、これはちょっともう共有しちゃおうかなっていう。せっかく世界に。はい、はい。せっかくそんなお話いただいたもんですから。男帰るじゃねえよ。おい。これ小手さんか。おい、ゲッターロボ。こいつゲッターロボって名前でバーサス出てるんですよ。へ、はい、気持ち悪くないですか。ノーコメント。確かにサガットの色はゲッターロボっぽいんだけどね。なるほど。そう、赤と緑で、はい、さあ、そんなわけで、はい、こちらもね、まあ東西線というところで定着していければという、まあまあ第1回目なのでね、はい、そうですね、いろいろあるとは思いますけど、はい、さあ実況も求められてますが、取り急ぎはまだもろもろ準備してますというところで、まずは最初のご挨拶でした。はい、ちょっとね、なんだろう、まだ向かってる人もいるというので、この辺はなんか緩めにやっていければと思うので。そうですね、木曜日はもうみんな時間にルーズなんで。はい。山本さんがね、そうなんか来るらしいんで ね、まあ、山本さん待ちで、はい、山本さん来たらどうす、あ、小江さん出ます。そうすれば、あれ今どうこれなしで今15までいるから、うん、山本さん来たら16。ああ、そうかそうかそうか。じゃあそれでちょうどいいのか。男以外はいい企画ってなんだよ。こいつさバチバチしてますね。こいつバチね、なんかしある時からなんか知んないけど、こいつ俺に対してすげえ当たり強いんだよね。明るい。なるほど。皇帝下がった。いやでもちゃんと自分の名前書いてるからね、まだ偉いですよ。そうそうそう、これで誰かも知らないやつに男帰れとか言われたらもう本当に悲しくなるだけ。あの
この配信に関しては、ニコ生じゃなくてですね、Twitch と YouTube で配信しておりますので、コメントは全部出ております。なるほど、なるほど。アカウントが全部出ますね。あ、そうか、Twitch が 上の。そうですね、Twitch が上で、YouTube が下です。すごいな多方面に。はい。ちょっと画面も、作り込んで、まあではいかないですけど、ちょっと作ってみました。いや、すごいっすよ、このポップ。本当にね。木曜東大戦って。スタートで、大山と松戸の対抗戦っていうのがありまして。はいはい。あれを思いっきり流用しました。まあでもなんか、見やすいって好評だったので、そのまま使っちゃおうかなと。いや、でもすごい。見やすい。すごい見やすい。一応今これ消してますけど、下に15ぐらいまで入るので。あー、なるほどなるほどなるほど。そこが超えるぐらいの大規模になったらまた考えます。うんうんうん。あれですね、次回はちゃんと9時に、なんか、ちゃんと締め切って、まあ、それで名前とかをね、入れられたらいいっすね。次回。まあ、今回はいいけど。あ、もうでも、もう、すぐ入れますよ。あ、すぐ入れられます。これ、すぐ手加えれできる状態にしてあるんで。おお。まあ、変な話、X 早いゲームなので。確かに。うん。まあ、多少ゆっくりめでやっても大丈夫かなと思うので。うんうんうん、うん。はい。ちょっとゆったりめのお付き合いをいただければ。あと、ロジアやってる皆さんできれば、ちょっと配信内でゲームしといてください。せっかく配信してるので、誰かやっといてもらえれば。誰でもいいんで、配信内で遊んでくれる人いないかな。ちょっとそれだと嬉しいですね。見栄え、配信映えがしないんだよね。あ、じゃあ、誰かスカウトして、はい、ナンパしてきてください。なるほど。ナンパ作戦。じゃあスカウトしていく。お、杉本さんとデルローさんが。俺も実況の。はい、はい、杉本さんの DJ とデルローさんの竜ですね。いや、今のうちに実況の練習しておかないと。ね。No! まだ始まってない。まだ始まってないよ、英語で。Not start. No start. OK, OK. さあ、まず一本取っていったのは、杉本さんの DJ。This is casual match. Tournament will be start.Please wait. ありがとうございます。助かる。すごい助かる。さあ、めくり竜巻が入って、頭の打ち合い、昇竜拳出る。さあ、これはしっかりお仕置きしていった。デルローさん、画面を見ている。いきなりめくり、そう、デルローさんめくり竜巻大好きなんだよね。伝わった伝わった。なかなかやりますね、やっぱり。さあ、昇竜、なんか相打ちになって。さあ、前飛び、よく飛んだが。あー、出ない、肝心な時に出ない。これは、めくり竜巻スカルが、どうなる？真空がぶち当たってしまう。いやー。あ、ちなみにまだ始まってないんでね。聞き流してください。俺のマイク。あ、実況男って書いてある。あ、どうも。どうも、男さん。すいません、はい、ちょっとサード全然わかんないんで教えてください。サードじゃない。X ね。サードとか関係ないんで。はい、まずね、これが、スパコンゲージです。あー、なるほどね。それがたまる。まず、これがスパコンゲージで。そこそこ知ってます。はい。で、これ。あ、体力ゲージ。あ、タイム。これ99秒って書いてあるけど、全然99秒じゃないです。マジっすか。男が帰れ、うるせえ。あ、杉さん来た。お、杉さん。たまに、DJ とかの技が使った時に、なんか波動だったりとか、真空波動が刺さる場面が。あ、杉さん参加する？する？あ、じゃあ100円、100円ちょうだい。うん。いいよ。とりあえず100円。50円でもいいよ。50円でもいい。了解して。
もらった。あった、はいはい、キャラと名前書いて、スギさん何でもいいよ。あのバーサスと同じルール、キャラ固定性の東大戦帰りでもいいよ。いやまだ始まってない。あ、まあ山本さんが来たら始めようかなみたいな。おわそこあ、まあでももうあれ40分、あれ、はい、山本さんも参加でーす、うん、記念すべき第1回なので、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと早めにします。例えば100円お願いします。もらいます、もらいます、はーい。ゲーム入刀は大山にあります。東京の板橋区大山にあります。ああ。入刀は板橋区の大山ですけど、あら変わんなくね、変わんないか、そっちはね、お前がでかいんだよ。あああああ。ああああああ。ああああ。大山、大山、そうですね。東武東上線の、各駅停車で止まるところですね。池袋側から北池袋とどこだっけ、なんか三駅ぐらいかな、池袋から。北池、下板橋、大山、南口かな、
はい。木曜東西戦、ニュートンでやっております。初めての、初ですね。まあ、今まで対戦会をやっていたんですけれども、俺最後やばいね。マジかよ。あ、申し遅れました。白です。なぜか、最後です。まあ、頑張りたいと思います。よし、じゃあ、順番も。やばいでしょう、最後。これで、OK。ベガ、チュン、キャミーチュンリーベガでしょ、後ろ3人。結構やばいな。ハックン大将初だよね、多分ね。は、うん、初か。このぐらいの人数でやるのよ。おかしいでしょ。時間間に合うかどうかっていうね。まあ、まあ、まあ間に合う。大丈夫、大丈夫。バーサスだったらやばい。バーサスだとやばい。あ、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 あ。今、準備中ですので、しばらくお待ちください。はーい。一応読み上げたいと思います。1P 側が、放課後 S デビリバさん、クレジンさん、山本さん、太平さん、デレローさん、ガンさん、シノニーさん、私、2P 側が、杉門さん、杉さん、京さん、男、破天荒さん、伊佐治さん、瀬尾さん、龍さん。はい。そうですね。瀬尾さんはやべえな。瀬尾さん、ダルシムです。レギュラー化するよ。そうですね。一応、これ続けていこうっていう。まあね。認識でいいんだよね。今日本当に初めてだから。まあ、これで今、まあそうだね、やっていこうかなっていうところで。うん、この1回で終わるかもしんない。いや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 、まあ、そんなわけない。そんなわけない。来週から一気にやりましょう。いやいやいや、やりましょう。そう、まあ来てもらって、大山本当にいいところなんで。めちゃくちゃいいっす。瀬尾さん、やべえな。瀬尾さんやべえよ。瀬尾さんね、今日ダルシムだから。いや、そうなの？ちなみに。うん。あ、いや、瀬尾さんダルシムうまいからね。めっちゃうまい。最強。瀬尾さんマジうまいから。あ、でも、キャミーだからな。この、あんまりバーサスで見ないね、列ね。あー、そうですね。そう。バーサスだ、はい。まあ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 、まあまあ、まあいいでしょう。はい。じゃあ、もういいっすか？なので、コインスイッチ入れれるので。あ、さあ、コインスイッチ。はいはい。一応この、まあ珍しいメンツっていうところ、まああの、多分東西線をよくネットで見られる方は珍しいメンツなのかもしれませんが、だいたいそうですね、池袋、新宿、あと、大山あたりのメンツが固まってる感じですかね。よし、じゃあ、始めましょうか。第、記念すべき第1回。はい。あ、じゃあ、まず放課後 S デビリバさん 1P 側に座って、1P ってどっちだっけ？手前です。手前か。に座って、で、杉門さんが 2P 側座ってください。じゃあ、それでは、じゃあ、記念すべき。記念すべき第1回、木曜東西戦。よろしくお願いしまーす。はい、よろしくお願いしまーす。あー、賑やかだ。喜ばしい。最初は本当に人が少なくてね。マジで。いや、結構安定して増えてきてる感じがしますね。安定して増えてきた。よし、開幕は、ね、アメリカステージで。はい。S ベガ対 DJ ですね。杉本さんは DJ。まあでもこれ DJ ベガって言っていいのかっていうね。まあでもこの二人は面識あるので結構やってるのではないでしょうか。そうですね、池袋の帝でやってるんで。そうですよね。おっと、肘で潰して。はい。これデビリバーは慣れれば全部逆ガードなんですよね。あ、逆ガードなんだ。そうそう、あの、軌道が一緒なんで変えられないんで。おっと、相打ち OK。相打ち。いやでもね、S ベガは本当にやりづらいよ。まあ、まあ、慣れるまではやりづらい感じはしますね。これはおっと、繋いで。でかいね。おっと、調子で。なかなかめくれないですね。おっと、このデビリバが。やばいやばいやばい。投げて。おっと、まあ、立ち除けジャックみたいなのが出て、まあ、すごいの出ましたね、今。おっと、立ち除け。ジャンプ台系か。これですね。このデビリバだよな、やっぱな。まあ上から、まあ DJ って、対策としては、先に上にいれば、なるほど。まああの、大体、
潰せるんで。じゃあクレジンさん、あ、そうです、杉さん、杉さん、杉さんですね、杉さん、うん、あ、そう、さっき言ったやつ、いや、もう決まってる。さて、杉さんはバイソンですかね。バイソン、 X バイソンですね。さあ、 X バイソンですね。これどうですか、あのバイソン使い的に S ベガは。あのね、はい、まあやることって言ったら、はいはい、あんまり変わらないんだけど、はいはい、デビリバーマジでね、どうすればいいかマジわかんない。逆ガード。しかしなんかゴリ押しでなんか杉さんがかなり全部ヘッド出してますね。いやー、パパやりたかった。これがやりたかった。まああのベガー側はもうスパコンもないんで、これキャラ的に。まあそうですね。リバサであれを抜ける技はありませんね。はい、あとまあその杉さんあんまりしないんですけど、はい、あの置き攻めからその掴み投げの、はいはい、あのあれね。あ、はいはいはい、はい。投げか台足みたいな。いや、スベガーだったらね。いやマジでバイソンあの投げ強いですよね。超強い。ベガ戦の。あ、だって届かないところで、ね、投げれるからね、バイソンは。そう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 、ベガの、そうそう、ちゃんと重なっていうか、まあ、ちゃんと投げればっていうところですね。先っちょ、中足の先っちょをかすってやれるかっていうところなんだけど、でこれをタッチガードして逆ガードしっかりすれば、うん、今度はダッシュ、つないでる、つないでる。でもなんか最後あの今日ストレートじゃないかったね、あれ今日ストレートでダウンするんだよね。あ、そうだね。あーっと、あー危ない、あー危ない、ちょっと危なかったぞ。いやー、しかしゴリ押していった杉さん、どうしても短波で終わらせたいんですかね。どうしてもね。そうなん、そうなん。続きまして、もう短波で終わらせたい、クレジンさん。今ちょっと怖かったですね。怖い。、まあ、ベガだから良かったっていうところですね。うん、さあ続きましてクレジンさんのダルシム来ましたね。このカードですよ。やっぱりバイソン戦、バイソンと言ったら、あ、そうなんですか。そう、バイソンで、はいはい、下手したら一番面白いまである。マジマジ、これ結構短波重要だよね。これ短波重要だし、でお互いに大変、あ、やっぱやることがある。おっと、出るぞ、減りすぎる。ただマジインフェルノ減りすぎる、インフェルノやばい、うん、超引っかかる。うまい、うまいね。これは高い、高いな、高かったね。しっかり見逃さなかった、その隙を杉さん。これやっぱファイヤーモードになるのが、まあ、ダルシマ大変なイメージありますね。そうですね。でどっかでこう相打ちからこじ開けられたりとか、うん、ありますよね。一番面白くないのはファイヤーモード。多分これ結構ダルシムが難しいですよね、これ。あ、そう、難しい。最初のうちは、あーっと、すげー、見てから、見てからなのか、これは。あれは見てからじゃない？いや、なんかファイヤーの後に出てたような気もするが。マジで？あ、続きまして、山本さんですね。チュンリーですね。チュンリー、あの杉さんですよ、あの。そう、この前あの10先 やってたんですよ、杉さんと。あ、はいはいはい、そう、やばい、あれ出てこなくなっちゃった。あー、ギオさんですね。ギオさん、そう、ギオさん10先やって、まあ、リュウバイソンで、はいはい、ボコボコにして勝ったんですね、杉さんが。私だったんですよ。セロ様ですね。この組み合わせはあれですよね、チュンリーユリって言われてますよね。ガッチガチにチュンリーユリ。ただやられている。山本さん、調子がまだ出てないのか。これは、これは飲み込まれているのか。そうですね、あの百列通客は基本的にあのなんかグランドとかストレートに負けるんですけど、あ、負けるんじゃなくて、バイソン側が、ね、ね、うん、そう、止まっちゃうんだけど、上からとかね。 2P 強くないか、強いっすよね、 2P。 ちょっとびっくりしました。あーっと、あー、 2P 強い。ズピ強いよね、これ。ズピ強いね。リーダーが取り合った感じ。あ、そうそうそう、リーダー決めて。強いな、ズピ。投げて、あんまり減らなかったが、あのバーサスと同じようにね、あの欲しい人を取っていくって感じでやったんだけど、俺一番最初、俺キョウさん選んだからね。あ、そうなんだ。そう。投げて、
受け身をしっかり取っている。おお、だからスピーバーを持ったのか。この間合いは、あー難しい間合いですこれ。あれちょっとあれで、ね、ちょっとあれだ。やべえ、対空ができない。もうなんかむちゃくちゃですよ。おっと事故ったー。なー、今のはちょっとさあ、たい平さんですね。忙しいね。続きまして、たい平さん。たい平さん、すいませんね、なんかいろいろ大会のお手伝いをね、いろいろでかなり動いてらっしゃるんですけど運営自ら、たい平さんのガイル。まあ、杉さん的にはもともとガイル使いだったのもあるので、あのね、バイソン、これマジでガイルがバイソン戦わからないと、これただね、グランドで突っ込むだけで勝てるからマジで。うん、やばい、投げ返して、さあ見えてる、投げて投げて、これは あと2発が漏れたが、だが体力はリードしている。うまい、おっと怖かったぞ。美しい1ラウンド取った。弱に出したけど、かやばい、開幕サマーは白マヌク強足が当たりますね。まああれですね、いやーきついぞ。こうなるとやばい。画面端でね、バイソン捌くのかなり厳しいんですが、押し返している。あと落ちる、届くんかい。これは仕方がない。まあ読み合いですね、ダブルが出てればですけど、出してなかった時もある場合もある。マジね、バイソン戦でダブルサマー使うところない。うん、ないね、マジでない、ないね。削りぐらいかな、削りぐらい、マジで。でも近いのも怖いからさ。やっと早い、ちょっとアントリー早かったが、ヘッドが出ている。今のも早かったが、あゆじセブン、おっとガードしている、ヘッド、あーっと、あー悔しい、惜しかった。まあ、たい平さん、ダメって言いながらパソコンに戻ってきました。まあ結構あれだけヘッド多めだったら、まあ、中盤サマー、待てたりとか、まあ押し置きしたいんですけどね、あの押し置きもね意外と難しいんだよね。あとはあれだよね、投げもあるからコパンソニックとか。まあそうだね。おっと、あ、デレロさん、デレロさんですね。はい、 1P 側チームリーダー、チームリーダー、はい。しかしこの組み合わせはいつもね、男バイソンさんとやってるので。男バイソンさん。このいや、すごいですよ、 2P はまだ1人しかやられてないんですよこれ。本当だ、あの大将を選んだから、やっぱ大将がボコボコにしてもらわないと。そうですね、そうですね、うん、大将ハク君中足、まあ、大将っていうかチームリーダーチームリーダー、チームリーダー、ね、チームリーダーがやっぱいっぱい倒してもらわないと。しかしなんかデルローさん、なんかいつもの中の、うわー怖えー、短パンチ。スパコンが出ない、これが短波ためすぎ。今ゼロ距離までグローブ来てましたよ。やばい、すごい。いや今顔の目の前までグローブ来てましたね。グローブ来てたね、グローブ来てたよ。投げ返して、あれちょっとでも前歩いてたら当たってたよね。そうだね。おっと、あー、もうちょっと刻まないとね。まあ俺もできないんだけど。ファイヤー、さあこれデルロさん、うまい。おっとバレている、シンクガード、セブン投げる、よく投げんなセブンを。ここでやっと取り返して、相手が京さん、京さんですね、はい。京男ってなんか漢字一文字が続くっていうね、このね、京男、京男って、クレイジーマンで、クレイジーマンで。さあお互い黒い道着、スリスギモン京男ってこれ。確かになんか似てる、なんか共通点がある、まあ、これ多分そういうセレクトちょっとね、あるかもしれない。いや意図してなかったんだけどね、やっぱね、なんか惹かれちゃうものがあるんだろうね、多分ね。スリスギモンって。おっと画面端の押して、だし待っている、あのデレローさんはね、剣戦をめっちゃバチバチやってきたんで、はい、そうですね、これは負けられない戦い。ただあーっと、あー歩いて勝利出る、うまい。この京さんはやっぱ 2P 側
で勝利超強いので、そうですね、内緒内緒すごいですよ今デルローさんと京さんが喋りながら今大会やってる仲がいいですね、仲がいいですね、お前を倒すのは、ね、余裕だみたいな、おーって出るぞ、出る、もう 2P が取って、そう 2P がを死守しに来てすぐ 2P 側行きたがるっていう、おっとピヨるぞ、ピヨってしまった、出たー、いや今、いやー惜しかったっすね、あれはね、続きましてガンさん、いやマジさっきの歩き勝負マジうまかったっすね、結構歩いたし、あれ波動に化けないのやっぱすごいっすね、そう歩き勝負ねマジうまいんですよ、あれあれうまいマジで、ん？リュウさんいますよ、リュウさん、リュウさんこっち、モニターだけ、はい、さあガンさんの S 剣、これハク君最近、はい、ガンさんがめちゃくちゃ上手くなってるってすごい、はい、あ、それは俺がって言ってない、なんかあ、いや最近言ってない、いやめっちゃうまいっすよね、っていうかガンさん始めた頃からめちゃくちゃ伸び率ずっと、なんていうんですかね、すげえセンスあると思いますね、なんか俺が言うとなんかあれっすよ上からみたいな感じですいやでもめちゃくちゃうまいと思います本当に、なんかあと楽しんでやってるところがいいですよね、いろんな、はい、やっぱモチベーションとあと実際の実力が伴ってるところがいいなと思います、はい、確かになんかそのなんだろう、結構SK もなんか爆発力のあるキャラだから、はい、かなりもうガッチガチに荒らして勝つみたいな人いるじゃないですか、サブキャラで使うにしても、ねうん、でもちゃんとその繊細に動いてるところがあって、まあ、これ基礎をしっかりやってた後にそういうのができるようになると、うん、さらにいいのかなっていうところで、昇竜が出る、昇竜出る、とじゃあ男さんですね、はい、ここでちょっとモニターちょっと調整のため一回直します、あ出ましたね、 OK です、今リードしてるのは 2P 側、まあ、2人差ですね、ここで男バイソン、ガンさんはあーそうですね、どんどん黒く消えてってますね、ライフが、おっと踏んでしまって画面端、おっと今のヘッドを誘ったか、今中盤グラウンドで、おっと勝利が出るぞ、投げて、あっと遅らせてヘッド、いい間合いで、おっと大事、確定かグラウンド、おっとこれは分かんなくなってきたぞ、ヘッドが届く、あの距離で届く、いやー今のは見てからですね、中盤、おっと勝利出るぞ、遅らせてチュアシャドウ、相打ち、これが痛い、おっと溜まってしまって、だがリードしているのでここはうまく、おっと出させた、これ美味しいぞ、コパコパ大足波動引っかかって、ここ大事に行きたい、あー危ない、あーっと今のヘッド危なかったが、投げてたのは男、ここで 1P 側はあと2名になってしまった、デリローさんよろしくお願いします、デリローです、さあいやいつの間にかもう2人になっちゃってますね、ここでシノ兄さんにやっぱぶち抜いてもらうしかないですね、お願いしたいですね、タイガー、男は S 佐賀戦はどうなんでしょうか、あんまりやってる子見たことないですけどね、まあ、この間小物道があったんで、うん、もしかしたらスパーとかやってるかもしれないですね、うん、わヘッド、刻んでタイガー、男はラッシュをかけていく、やっぱ思い切りがいいですね、思い切り、やっと今のは同時っぽかったけどね、いや、まあ、あの距離はさすがに見てからじゃないのかなっていう感じがしますが、まあでも体力的にもそうですね、
おっとアッパル対空してちょっと出たゴチゴチ投げ返せないよね難しいねナイス切り返しおっとスパコンが溜まってしまって大四角手男らしいなおっとピオルはいはいおー今なんか一瞬ピオリ乗ったようにもなんかちょっとねおっと思いましたけどおーっとおーっとヘッドであおーリバさんそうですねダイヤバカ中出しにこれはいい押し置きヘッドを待っていたアパカ間に合うこれはさあゲージを溜まる前に殺したいがおーっとジャックで踏ませてさあ溜まったがおっと溜まったがここは大人の中足貫禄を見つけましたねシュニーさんここで破天荒さんですねいやー今結構いい勝負でしたね良かったですね次は破天荒さんですねこのサラットの低空の、うん、なんだろう頭蹴るジャンプはなかなかいやらしいんですよね嫌ですねこれ森内つらいですね辛いですね、うん、まあでもまあ割とまあそんなに絶望的ではないようなイメージあるんですけど体力が結構きついぞガリガリ削られるあと1ドットぐらいかこれは1回ガードはできるかな間に合ってしまうそうですね同時だと間に合っちゃいますねちょっとなりたくない感じがしますねおっと空対空うまいゲージがでもな頭上げられて画面端ジャンプもね落としづらいですね飛ぶほんまに飛ぶこれはきついかあとおやあるぞおーあーっと今のは多分竜巻っぽかったですねアパカが出てる続きまして伊佐治さんですね。ですね。これ追いつきますねこれ。そうですね。キャミエッサがはだいぶきついですよ。これは確かにきつそうですね。まあ画面端とかでバックジャンプしてると、うん、あの一周回ってあの大体が踏む時間がやってくるんで。おっとやりいった。ピオルぞ。死んだかって感じ。おっと投げて、いやでもこっからでも死ぬはありますからね。間に合う。さすがシノミさん。あーっと相打ち。届かせた。スピンドライブで相打ちを取っていった。開幕2位。2位。殺意が高いですね。おっ、うまくいった。この、ま、この場所はやばいぞ。歩いて詰めるか歩いて詰めるかアパカが間に合う厳しいですそうですねあのキャミーは全キャラ中でも飛びのな時間が長いんで一応メガと一緒なんですけど、もうこの組み合わせで弾がないのに飛びが遅いっていうのがもう絶望的ですねこれ苦しいですねフーリガンとかどうなんですかフーリガンまあ行けるんですけど、結局やっぱ遠いと、きついんでその前に行くまでが大変ですよねなるほどでフーリガンもやっぱ一発落とされちゃうと痛いんで確かにもう逆に飛んでくる逆に逆にここでここで 1P2P 追いついて星が並びましたねさあ来た来ましたねお X ゲーマーズが頑張って瀬尾さんってローマ字で打ってます瀬尾さんやっぱあれですかね大人気ですからねそうですねやはりその強さはね魅了しますねおっと燃えちゃった瀬尾さんマジで何でも使えるんで、瀬尾ダルシム強いですよ強いですねうわーっとピヨってしまうフレイムあ、じゃあインフェルノおー投げ返すいやこれはきついかしかしじっくりじっくりうわーっと今のは動いちゃいましたねこれでもダルシム難しいけどダルシムいけるんですよねこのカードはただサガットにはただ難しい、うん、瀬尾さんは器用すぎる器用すぎる投げ返すさっきも今のはネタかおっとこれ死ぬんじゃないかあーちょっと
と高かった。だが、うん、まだまだあるよ。ドリルがギリ届かないが、あーっとあーもう一回勝っていたのは、じゃあちょっと行ってきます。はい、大将お願いします。じゃあたくん、あーうん、男さんお願いします。あ、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 マイクが椅子に。さあここでワンピー側大将ハクキャミーですね。もう太平さんがリアルタイムでね、あのちゃんと画面を更新しているっていう、しかも選手で出てしまうっていう、いやそうすごい多忙こそれんですか。しかもこれマイク、マイクの今実況してる人までこれ書いてるからね、すごいよね、はい、本当に。うわでもファイヤーきつい。あのね、でもハク君は一応ダルシム戦がっつりやってるんで、あのそうですね、小物道でね、うん、そうなんですよ出てるから、はい、さあこれは、うわー、うわー、うおー、めくった、しっかりダメージソース、うん、この男、いや、この小娘これは女ですか。これ女です、女です、ね、はい、キャラが女なので、はい、女性なんで、ね、女ですね上げ返すか。 あのね、ハク君はね、本当に最後ゼロドットになってもね、絶対諦めないから、あの強者が持ってる対象補正がありますね。あります、うん、もう完全に、しかしこのファイヤーモードをくぐり抜けるのがもう、うん、これ全人より平等ですからね。おお、もつれて、中足、おお、冷静、冷静に瀬尾さんは冷たく立ち回っていく、うん、さあリーチ。でも俺冷たい行動めちゃくちゃ大好きなんですよ。あれ男なのにいやいや、男は冷たいですよ、男は冷たい。なるほど、男は冷たい。しかし、しかしスパイラル投げ返されて、早いレバカチャ、キャノンで返す、これは刻む、刻投げて、うめえ、やる、よく見え、おー素晴らしい、今よく見えたな、すげえ、マジか、あれ見えちゃうか、見えちゃいますね、これやばいですね。さて、大将戦になりました。これでなんだ、いい勝負です、ね、なんだかんだ、はい、なんやかんやで整合性が取れちゃうんだよな。女は熱いね、熱い、女は熱いって書いてコメントが、ね、え、男らしいもの、あのね、使ってる人は本当に男らしいからね、イケメンですねさあ最終戦、しかし龍さんもかなり男らしいよ、ね、男らしいですね、このベガも本当に強いんだ。おっと、さあ、うわっ、さあでもハク君もベガを使うので、はい、まあ分かりきってはいるんだけどね、うん、このカードもねむずいんだよ、うん、キャミが難しそうですね。てか、大将に行くまで結構強いキャラ、副将がエツサがダルシムなのに、大将がキャミーとベガっていう、このズイード、ね、半端ない。センスが光りますね。半端ないですね。さ、投げは受け身。さあ、これ5分。体力はまだわからない。お互い中距離でブンブン入って。中距離でブンブン振ってるけど当たらない。ナイスケロン、よく当てた。これは、うわー、最高クラッシャー、優勝は 2P 側です。おめでとうございます。いやでもハクも頑張ったけどね。いやうまかった、熱かった、熱かったですね、熱い熱い熱い、はい、キャラ、人の順番も結構いい、ね、いい感じにね、ごめん、ほんと、ハック、大将じゃん、ほんとごめん、ほんとごめん、ほんとごめん、いや、いやでも熱かった、熱かった、熱い、あ、すいません、申し訳ないです、なかなかね、すいません、大変さんもいろいろやっていただいてありがとうございます。いやー、第1回目、東西戦だったんですけど、はい、まあ、結構熱い試合がね、そうですね、やっぱ多くて、はい、まあ、本当にすごい良かったです、ほんと、まあ、男くんにね、花を持たせたということで、いやありがとうございます、ね、本当ありがとうございます、ここまで頑張ってね、そう主催ですから、ね、皆さん来週も来てくださいね虫結構今日聞いてないですけど、皆さん来週も、あ、伊佐治さん来週もたまと
で、この配信を見ている、はい、あの皆さんも来てくださいね。TOMO さん。そうです。TOMO で。TOMO さんと、はるきはるくんも、コメントしてる人、はい、みんな来てね。小手くんも来てね。最後ちょっと足したね。あ、ついでに小手くんも、ついでにね。はい、ついでに。そういうとこやぞ。来ても来なくてもいいよ。来ても来なくてもいいよ。積極的に敵を作ってくさいですね。やめましょうね、そういうのね。こいつだけは許せない。まあ、だから大丈夫だね。さあ、まあ、そんな感じで、はい、まあ、今回第1回目終わり。はい。ということで、まあ、でもまあ、しばらくの試合配信、ね。はい、楽しんでいただきましょうか。はい。はい、じゃあ、まあ、そうっすね。はい。そうですね。はい。そうっすね。10時半、はい、11時半ぐらい。さて、これ、今回3回してなかったけど、ニーヤーさんのガイルですね、はい、これ今画面でやってんの。ガイルキャミーはね、うん、まあ、ハックンも、ハックンと俺、同じぐらいに一つ始めたんですけど、はい、まあ、そうですね、よくウネガエルとやってたんで。あ、そうね、今はなきウネガエルとやってた。そうですね、今はなきウネガエル、はい、何今のサマーデピオルのかっこいい、あれ男でしたね、ガエルで、なかなかね、あそこで出すかっていうところ、やっぱニーヤーさんはやっぱ心得て、そう、このめくった後のさ、うん、キャノンがすごい腹立つの。ガイルもめくるじゃん結構。お互い分かんないんだよね、めくるの。そう、お互い分かんない。めくったもん勝ちみたいなとこ。うわ、全身見てキャノンかな今ちょっと、うん、これはガイルきつい。スパッ、おー、中足。ニアさん怒ってるよ。いやー、やっぱね、中足がきついんだよね、キャミー。ガイルの中足にも勝てるんですか？ガイルの中、だから普通に出が早いから。そうですね。うん。チュンリーの中足っぽい感じなんだっけ？でも完全にもうチュンリーの中足。もうほんと。じゃあ、あと気候圏とスピバとかつけばチュンリーになるわけよ。もうなっちゃうね。あとチャイニーズサマーソルトとか。あれね。やっぱ全然違うキャラになっちゃうじゃん。ね、それチュンリーじゃん。もはやチュンリーなんだけど。ニーヤーさんのガイルが。はい、2P 勝利。うわー、でっかいんだよねこれ。はいはいはい。おー、これスカるんだよこれ。さんざんやられてきましたからね。ガイル壁背負ってる時ね、うん、キャミーの攻撃めちゃくちゃスカるから。うわ、あ、今のはなかった。あ、コパコパサマー投げて、うわ、ちち、あれ落とせねえんだよな、なかなかむずいんだよ。だそんなに中足、しゃがみ中足体育が機能しないかな。あ、間合いがさ、うん、ハックン自分で選んでるのよ。うん、結構違かったですもんね今ね。スト2ってそうなんですけど、やっぱ自分で間合いを作るっていう、なるほど。そう、自分で前作らないともう相手のいいように動かれて負けちゃうじゃないですか。うそうだね。キャミーハックンそこら辺すごい上手くて、うん、俺がやりたい間合いでやるんだみたいな。あ、そう。上手い方はやっぱ間合いの取り方が上手いというかね、そう、無理な間合いで戦う、まあ位置を取ると、そう、うん、気がついたら、あ、やばい、これ相手の間合いにいるみたいな、ね、うん、そういう風になっちゃう。その状況作り、まあ、そのゲームメイクがうまいんですよね。キャノン、うわ、キャミーの巡りマジ見えないっす。見えないね、マジ見えない。もう目つぶりながらガードしていいんじゃない。もう剣だと竜巻で浮いちゃうのはダメなのかな。いや、どうだろうね、どうなんだろう。しっかり投げる。俺どっちも使わないからよく。出る、昇竜出る、おお、膝。さあ、ニーヤーさんの剣、
昇龍埋める。うわー、埋めに埋めまくる。さあこれはつい手を出しちゃうんですよね。出す。で剣もね、キャミーみたいなとこあるからね、似てるよね。おお、これは見えた。いや今のは見えたな。そろそろフーリガンじゃないって感じで。不思議なんだけど、フーリガンって分かってれば全然見てから返せるんだよ。でも不意に来るフーリガンはマジで見えない。わっち、おっと、文字に行かずか。なんかフーリガンのコマンド入力してる間に、なんか画面に今からフーリガン注意みたいな、なんかそういうの、それ欲しいわ。そう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 、ピコピコーンつって。そう、あ、お疲れ様です。ありがとうございました。またぜひぜひ参加をしてください。どうよろしくお願いします。よろしくお願いします。デビリバさん、あ、ぜひ対戦楽しんでください。黒岩さん、こんばんは。あ、黒岩さん、こんばんは。黒岩さん来てます。意外とみんな見てくれてますね。みんな見てくれてるな、意外と。おお、すげえ。ハクくんがバチバチ。これはまさかキャミーキャミーでは。イサジさん、イサジさん、いやキャミーキャミーあんま見ないけど、まあケンですよね。あ、ケンでした。あんま同キャラ戦やらないイメージある。いやー、これはピヨって、あれ繋がんなかったけどやり直して OK。 ダヤシうまい。うわ、いや横に伸びるんだよね、やっぱキャノンな、ほんと。そうなんだよね、なんかよくね、キャミーの技の判定本当になんか分かんなくなる時があって、まあガイルでやってるって時もそうなんだけど、え、今の当たるのみたいなね。さあ投げられてしまった、ね、ボチャラスで投げると、竜巻投げ。まあ竜巻もね、いい技ですよ。なんかみんな、みんななんか一回だけはハク君に勝てるっていうのが言ってますけどね、勝ち越すことはできるのかっていう挑戦になってます。うわ、ダメ。おお、いや、いってててててて、おっと繋がんなかったね。削れねえ。さあしかしゼロドット、これはきついね。これはきつい。あー、もう歩いてフーリガン本当に危険、マジで見えないからね。さて、これは剣いい、いい間合い。おお、見てる。ガード投げる。これはさっきも見た、不意に出されるとやっぱちょっと固まっちゃうよね。おっ、剣の竜巻もね、すごいね、癖のある、あるね。あそこで竜巻出てると思わないからね。なんだ、なんとかな、微妙な進み具合なんだよね、すごい。俺もなんかもう剣ガエルやってた時マジでね、なんかうわ今の返せねえのかよみたいな結構あった。あ、なるほど。さあこれは、いや怖い。波動で押して、しかしまだあるんだよなこれ。おっと、誤発しちゃったか。これはきついかさあイサジーさん2回勝ちましたね。ホンダステージ限定というところには、おっと、白山儀。最近ね、ハックンお熱です。あー、ザンギザンギお熱。飛び道具ダブダリでかませるのは楽しいですよ。いや、ハク君もね、すごい
もう全キャラ使う勢いで、最近メキメキと、ね、あやってます、ね、そうサブキャラの底力を上げてるんで、うん、器用っすね。もうでも全然他キャラ使えないっすよ、うん、俺も使えない。嘘つき。ガイルとか俺ガイソンとか。俺あごめんごめんごめん、あれは別人のあのウネさんって方がいらっしゃったんですけど、男バイソン、まあ、私男はね、バイソン、X バイソンと S バイソンぐらいしか使えないです。なるほど。はい。あの、玉キャラはね、男じゃないんで。なるほど。はい。申し訳ない。申し訳ないけど。100も承知。これで言わせていただいて。まあ、みんな知ってますね。いらっしゃいますよ。なんか、ウネガエルって人が、この世からいなくなってから、まあ、僕もスト2始めたんですけど。あ、そうなんですか。はい。昇竜。うん、先に回らせたいですよね。波動ちょいちょい打って先に回ってほしくて台足を置きたいけど、うん、キックだったら嫌だなっていう方です。おお、あー、リューレッパー白にやっぱ残儀使いとしては結構剣と竜もうやっておきたいカード、ああまあそうでしょうね、うんうん、この間の竜残儀戦すごい今ちょいちょい見てて、あ、うん、勉強してますね。あの小右衛門さん主催なのかな。そうですそうです、あれは、うん、めっちゃあれはもうすごいスト2勢の間で反響がね、はい、すごかったですよね。もう本当私みたいな後発プレイヤーには本当ありがたいですね。誰ですか、うん、ウネループキックってあ、誰ですかって言っちゃった、そもそもこの文字の羅列で誰ですかって言っちゃったよ。なんかなんだろう、あのウネガエルさんが死んだ時に、ね、与えられた仏さんの名前みたいなその人のウニガエル出てくるから大丈夫。ウニガエル三つ橋も出てくるから大丈夫二代目ウネガエル出てこないんですよね、なかなかね。いやいや、タンパタメスギさんっていう二代目を、ね、使ってるキャラもね、ガエルとバイソンですしね二代目ウネガエルはね、まだね、現れてないですねあーでも文字があるからね、いけいけ。これ2代目セロテープですよね。違うんすかこれ違いますか。セロさんガムテープさんとかですか。ガムテープって名前かもしれない、この残儀は。もしかしたらそうです、ガム手の方が粘着力ある。養生テープさんかもしれないですね。はい、ガムテープさんもね、結構根に持つタイプなので。あー、黒方が。おー、昇竜。いやー、これは根に持つ。これは根に持つぞ。こうやってあの因縁が生まれていくわけです。あ、まあそうですね。まあ、勝手に作ってるだけなんですけど。あ、煽ってるだけじゃねえか。S ホーク来ましたね。はっくんの S ホーク、まあたまーに、見るんですけど、いますね、このキャラ本当強いからね強いこのキャラは強い。お願い、お願い、けなかったか確かにウネガエルも結構お願い行動多かったんでね。あただハックンが S ホークの圧倒的火力を使いこなしている、うん、存分に当たる。かかっちゃって竜巻で結構ホークには空達がいいっていうのを、なんかアメリカン台風ですか。アメリカン台風なるほど、衝撃的でしたね。あーこれこういうのね、うん、やっぱ引っかかりやすいんですかね、うん、てかまあ、うわー回ってる。てかまあ背の高いキャラって大体そうですよね。あ、まあサガットしかりって感じですか。そう、うん、サガットとかバイソンとか、うん、で竜巻はねもう食らうたびにね、うん、はぁーって思いますよすいませんすいませんいやいや怒ってない怒ってないよ怒ってない。俺は怒ってる。俺は怒ってない。あーなるほどでもウネガエルはなんて言うかなって感じだね。ウネガエルがなんて言うかなって感じ。うん、うわっしかしイサジさんも4連勝してましたからね、さっきね。あー竜巻落とせないね。いででででむずい。いや見えないもん、本当に。本当見えない。
ホンダステージでもあの速さだから。お、昇竜。え、あ、でもしゃがんでスカセしゃがんでスカして、うん、あのセーフみたいなふうにできないのかな。あ、やべやべやべ、3ヒットはやべ。竜巻の格好のサンドバッグになってますね。うん、もうちょっとやっぱ対処しにくいですね。うん、うん、まあでも画面端なんで、一回チャンスつかめばーっと逃げられちゃったね。これは辛い。あれ当たらねえか。ギリギリ当たらなかった感じかな。あの、うん、いや波動打ってたんだけどね。前むずいね。長いとはいえって感じだったか。あー、そうなんですね。あー、なるほど。あ、短いんすか。短い、うん、あー、なんかそんな しゃがんでも当たるけど短い、うん、短い。へえ。あ、ハクフェイロンになってます。わっち、気がついたらフェイロンになってた。ほんと何でも使うな。いでいでいで。だからほんとまあ極まってサブキャラがカブスライとかになったらもうそうですね、めちゃくちゃ強くなりますよね。ほんとそのキャラのことは知れていいですね、使えるとね。もう俺だったらもう俺がそういうスタンスで行くんだったら俺もう、うん、もうバルログ練習しちゃうけどね。あれどのキャラにもどのキャラにもいけるっていう。男らしく、いやいや、そんなことないです。いや、めめしいですね。めめしい。あの、バルログはめめしいですね。そうっすか。そうっすか。だから俺の基準で、弾を持ってなくて、で、弾持ってない男のキャラは男だなっていう。ほう。そう。まあ、ザンギー、ベガ、ホンダ、うん、だね。ただ、バルログは、バルログは女。女爪持ってっから。爪あるし、あ、何より、なんか、見た目が、あ、見た目がね、めめしいし、ね、あと見た目がめめしい。ブランカ、あ、ブランカ男らしい、ブランカ男らしい。なるほど。そう、バルログ爪長いし。まあ長い、取れますから。爪の長い男とかいるっていう。あまあいますけど、ね、まあいるけど、ね、俺もよくね、爪切ら、きなんか切り忘れてみたいな、長いみたいな、ね、いや、そういうことじゃないんだ。そう、ちゃんと切った方がいい。もう白いの出てきたら切った方がいい。そんな、うん、絶対マニキュアとかしてそうじゃん。てかしてるじゃん、まあ、バルログって。バルログマニキュアしてるんだよ確か。そう確かしてる。あれ、なんかね、なんかのね、絵で見たんだよね。自分で描いてんすかね。自分で描いて、自分で。いや、じゃあ誰にしてもらうんだって。行かないでしょバルログ。まあでも美意識高そうなんでね、ブランカ、ブランカ男です。男らしいですね、ブランカ男。もう野生の野生人みたいな。ワイルド、男はね、やっぱあんぐらいワイルドじゃないと。あー、あれぐらい。あれぐらい。あれぐらい。ビーストにならないとダメなの、やっぱ。獣なので。獣ですから。お、いてていて。いやー、今のは落としたかったなー。お、なんか変、あれ初めて。だってあれでなんか飛び越してさ、支援とかありましたね。おー、飛び感覚。通るねー。俺入ろっかな。あ、いってらっしゃー。あー、デビリバ先生が、デビリバ先生がデビリを見せつけていくか。何で入るんだろう。いや、デビリバさんも結構ね、いろんなキャラ使うからね。おー、 あ、 あ、ほー、そっかそっか。でさっきね、エスペイロン使ってましたもんね。うん、おお、神ゲーとクソゲーを一度に味わえるいいゲームです。そうですね、 X は。はい、まあ格闘ゲームどれもそうだと思うんすけど、うん、確かに。まあ酸いも甘いもですね。酸いも甘いもね。投げて、しかし、おー、埋めてフェイロンの連動がやはり高いな。高いな。あと強い人が使っている色を使うと強くなるんで。あ、本当っすか。これ豆知識、これライフハック。これライフハックです。そう、強くなるんで。なるほどね。なんか強くなった気がするじゃなくて、
強くなる。ちょっと憑依するのかな。白いガイル使うとソニック速くなるんで。本当？はい。あのなんかどの色使ってもソニック一緒じゃんって、あれ嘘なんで。嘘なんです。あー確かに。相手への威嚇みたいなねのもあるし。あーなるほど。まあ、好きな色使うのがねいいですよね。被っちゃうとちょっとね。そう。ですね。なんかマイクが重たいんだよね。疲れちゃう腕が。確かに、ね。マチョー。カンフー映画だよなーやっぱ。この画面。黄色の黒かっこいいんだけどね。かっこいいね。でもなんか、X を長いことやってると、なんかデフォルトの色が、なんかすごいなんか しっくり来ないっていう感覚になるの。これわかるかな。なんか緑色のガイルがしっくり来ないみたいな風になっちゃう。普通のカラーがあんまり。そう、ずっと X のばっかやってると、いや俺もなんか最初ウルフォーとかやってたんですけど、あ、はいはいはい、最初 X 触った時、何この色みたいな、俺緑色のガイル使いたいんだけどどこにもいねえじゃんっつって。そうね、確かに。俺その時何も知らなくて X のこと、もう全ボタン試して、あこれ違うこれ違うっつって負けてこれ違うこれ違うってやって、ネットで調べれば一発で出るんだけど、もうめんどくさくて。そうね。8じゃないかな。1,2,3,4,5,6 で、押しっぱとスタートボタンで8か。割と弱パンチカラー、まあデフォルトカラー結構好きっすけどね、私は。まあガイルはちょっとあれだけど、不思議なカラーですけど。あの紫色でしょ。なんかガイルのデフォルトカラーは、そうそうそう、なんか赤っ、なんだろうな、ピンクっぽいような赤っぽいような、まあいわゆる X カラー。ああそうそう。でも紫色も結構ねかっこいいと思うけどね。ガイルはやっぱ黒か青の、青のやつか白かな。ガイルの色はよく外れがないっていう人がすごい多くいるんですけど、俺は強キックカラーだけはちょっとって、あのピンク色の髪、ピンク色の髪でめちゃくちゃあの黄色いタンクトップ派手。軍人ではないか。派手だな。これでなしとか言ってんのって。これで、俺に勝とうなんて100年早いぜって言ってるんだみたいな。ちょっとパリピ感出ちゃう。ちょっとパーリーピーポーですよね、完全に。渋谷系。渋谷系？あんな明るい迷彩服あるみたいな。あんまない、ね。あんまない。ないよね。だから白がかっこええねん。ああ確かにね。白と黒、都市迷彩っぽい感じだもんね。そう。おわ、あのよくね、なんか 裏に回って支援ってよく、そう、ハク君やるんですけど、あほんと暗い。だそんなん絶対めくられてきたらなんか出すしかないじゃんってね。めくられな、後ろに回られて何もしないっていうのは結構勇気がそうですね、いるんで。ハック君今4連勝してんのか。あれは都市迷彩、都市迷彩、そうですね。あ、ハック君時間がやばいというハク組み手が、エスベが選ぶときになんかフンフンって声なんですよ。地味地味に聞こえる。ベがね、声がねないからね、基本的に。サイコクラッシャーの音じゃないんですね。ゴーってやつ。ゴーンじゃない。そう、あの投げるときの、投げるときに一応フンって言ってんのかな。あベが。うんみたいな感じ。そうそうそう。S を選ぶとその声が出るという。変な高橋さん。フェロンなんてもう24時間ずっと喋ってんじゃんみたいなね。劣化剣打つときもはいはいはいって言うし、そうね、終わっちゃ終わっちゃ終わっちゃうって、終わっちゃう。なかなかね見ないカードだと思うんですけど、
ハクフェロンの底力がかなり試合に出ている感じですね。レック出るね。俺レック出ないんだよ。なんか出にくいんでしたっけ。なんかコマンド難しいでしょ結構あれ。あ、ボタンの猶予が短いの。うん、ボタンが遅すぎるとジャンプしちゃう。あ、すごい、生で出そうとすると全然ないんだ、猶予が。さあ、画面足支援、つらい、投げる、あーでけえなーって火力、ガード付き合わないっすね、やっぱり。ちょっと俺も対戦してくるよ。あー、うん。さあこれは今何時だろう。あ、10時半か。俺もの試合したくなったから抜けます。あ、そうですね。じゃあまあいろいろ今日はありがとうございました。お疲れ様でした。はい、そんなわけで、デレロさん、男さん、ご両名、ゲームしに行きました。というわけで、目標当然さんいかがでしたでしょうか。あの、16名も集まっていただいて、普段だと大体ね、10名程度なんですけども。小山ニュートンは、普段は第1土曜と第3土曜に、NBC ランプ島というところで、エクスのイベントやってるんですが、まあそれ以外の配信イベントというところで、こんな感じで、今回ぐらい人が集まって定期的に、まあしばらく毎週木曜はやっていければなというふうに思ってますし、まあなんせ男さんがやる気満々なもんですから、ぜひ皆様も、なんか今日は配信側、X での方いっぱいいらっしゃったようなので、遊びに行く。あ、セロさんありがとうございます。セロさんは来てね。セロ様は来てよ。たまには遊びに来てよ。というところでね、なんかしっかり固定化できるイベントになってくれればこっちも嬉しいですし、なんかまたね、火曜日のものとは、火曜日のね、よそのとことはまた違うもんになってきゃいけるやなと思います。配信としてはね、ちょっと手間もあるんですけど、見やすいレイアウトになったかなと思うので、ははい。なんでしょうね、その、ちょっと数字の見せ方を変えたというか、じゃあ配信やるよって言った時に、なんだろう、残りライフ制な見せ方にもしてみたので、なんかこんな風にしてみてもいいのかなというふうに思いました。よくよくはね、まだ1回目でこんなこと言うの恐縮ですけど、左側の、チームメンバーがもうパンパンに埋まるぐらいのイベントにできたら嬉しいですね。というわけで、こんな感じで、毎週木曜日は、X というのは必ず来れば、多分楽しいことになると思いますので、ぜひぜひよろしくお願いしますというとこで、ちょうど配信代も区切れたので、本日終了しましょうかね。というわけで、お疲れ様でした。ありがとうございました。